雨は好きかい？お、いいね。ありがとう。じゃあ行こう。さて、それは…ありがとう。ごちそうさま。まあ、
待って。ありがとう。よし。気をつけてね。なあ、若葉の命日は毎年やってたが、会いに来るのは久しぶりだな。店が忙しくてなかなか来れなくて。いや、罪悪感で来れなかったんだ。若葉に怒られる気がしてよ。けどやっと胸張って若葉に顔向けできたよ。ずいぶん待たせちまったが、ちゃんと双葉と向き合えたって報告してきた。ああ、それとお前のことも紹介しといたぞ。他人事みたいに言いやがって。そういや、揃って顔を合わせるのは今日が初めてになるんだな。宗次郎、なんで半笑い？心から笑ってんだよ。うん、その顔好き。ああそうだ、報告しとくよ。火災から電話が来てな、双葉の叔父が訴えを取り下げたらしい。お前なんだろ。あいつもいつか嫁に行く日が来んのかね。あいつ将来絶対いい女になるぞ。なんてったって若葉の娘だからな。たく、娘を持つ父親ってな、こんな気苦労してんのかよ。店を手伝わせるだけのつもりがよ。守るべき家族があったことまで気づかせてくれやがった。双葉と、それとお前な。頼りになんねえかもしれねえけど、何かあったら遠慮せずに言えよ。そん時はお前の力になる、家族として。あとはそうだな、俺の教えられること全部教えてやる。もうお前は一人前だ。まだまだ恩を返すには足りねえが、俺にできんのはそんくらいだ。我は汝、汝は我。
汝ここに千切を血盟の絆へと転生せしめたり、絆は反逆の翼となりて魂の首輝を打ち破らん。今こそ汝法王の究極なる秘王に目覚めたり、無尽の力を汝に与えん。言っとくわ、双葉とそんなんとかできれば勘弁してくれな。お前にお父さんとか呼ばれるのは想像ができまあでもお前なら。さっきから何話してんの？何でもねえよ。お腹すいた、カレー。はいはい。帰るか。やばいな。何か用です。どうぞ。何？え？
行こうぜ。ごめん。あのさ、
なよ。よし。そっか。じゃあまたね。こんにちは。いらっしゃいませ。
ありがとう。そうだ。よし。あなたの奇跡です。終わりですか？なんだ、せいぜいあがけよ。さあ今日はどうする？では。どうするのだ？うむ。案内なさい、囚人。
カロリーヌ。いいか。さて、始め。
頼んだぞ。へえ、おお。始まり頼んだぞ。これだ。
いや。 またね。 誠。
りにいたしましょう。なんだと？つけておこう。